どうも、エルザです。それでは、2を2やっていきたいと思います。メインミッションですね。封印の定め、こちらやっていきたいと思います。さあ、滅ぼす時が来たということで、平等院に一緒に行くわと。さあ、トロフィーゲットですね。定め。お、ウィリアムじゃん。え、まさかワンの主人公が出てくるとは。さあ、残照編。最後の定めを果たした視界がぼやけ、力が抜けていく。もう体は動かない。薄れゆく意識の中、微妙な呼び声が聞こえたと。ああ。雑のと。へえーってことは、青き目の侍と。開かれるはずがない、まぶたがゆっくりと開き始める。狂気に満ちた魂が体に宿るような感覚に襲われる。誰かが大滝丸の封印を解いてしまったらしい。やっぱお前か。封印を解いたのは。お、いきなり。かっこいいな、その格好。でも動きが洗練されてますな。やり。ちょっと待った、壁はめ。邪魔す。いや、こっちのセリフだよ。あの野郎。動かないのであれば撃つぞ。いやいか、槍の時がきついね。
ただちょっと目が赤かったのが気になるな。水、おお、水か。ここから出すわけにはいかぬ。ということは何、取り憑かれてるってこと、こっち側が。まあ対一と大竹丸自身僕がなってるってことっていう解釈になるよね。いやー、その槍のそれはきつい。お、急に終わった。やはり取り憑かれてたか。I crossed the raging seas to reach this land. An English speaking ninja. A warrior without a past. Then I met a tanuki.The weight of the world on his shoulders. In the heat of battle, I learned the true meaning of struggle. With the defeat of the Spaniard today.Finally, the war is at an end. I stand ready to battle demons. I stand as a samurai. ようやくお目覚めね。I leave the two of you to it. さあ、分霊シアーシャを宿したということで、あ、へえ、じゃあ封印されてる間はワンの話になるんだ。で、ワンの話が全部ダウンロードコンテンツ終わってこっちに来ると。ほう、本当に起きるとはね。けどあなたが目覚め、あいつは解き放たれた。また誰かに取り付く前に何とかしないと。そうか、天界が言うには敵ではないみたい。さあ、あとを追いましょう。さあ、あとを追うということで、今回手に入ったのが日本一の兵の鎧。名前がまさかり杖145。まあとりあえず出ますか。まさかボス戦とは思わなかったな。
さあ青き目の侍、あなたが眠ってる間も早かしは借り続けたけど戦は終わらなかったわ。大元を立たないとキリがない。なぜあなたが今になって目覚めたのか、さっきの一国の男ウィリアムがここに来たのと何か関係があるはず。さあ行きましょう。再会できて何よりだけど、喜ぶのは後回しね。陶器四郎が倒れて平和になるどころか、起こったのは大きな戦ばっかり。関ヶ原や大阪の陣、それに勝った徳川が今や世を治めてる。その徳川に力を貸したってのが、あの異国の男ウィリアム。彼がここに来たのはある女を追ってのことらしいわ。起きてすぐのところ悪いけど、急いで後を追いましょう。スペイン人の女。さあ瞳に映りし者ということで、なんかものすごい最後っぽい感じがしなくもないね。146まで作れるか一応で、防具がこれか、武蔵の針金。あ、これか。ほう、それなりにいい感じのは作れそうだけど、そもそも素材が、足りるかなって感じだよね。運任せだよな。ちなみに体力ガード中に気力回復、速度アップ。ほう、無理卓球手で、結構良さげだね。さあ瞳に映りし者、こちらやっていきますか。ウィリアムが追っている異国の女、何か横からのことを企んでるようね。でもそれより気になるのはあの作上の男と、あいつがまた戦を起こすようなことだけは避けなくては。今は考えるよりも先に進みましょう。答えを見つけるために。さあ平等院で、ムミオちゃんはついてくるんだ。へえ、といってもね、懐かしいね。ここのマップ大変だったな。Let's go. おっ、ウィリアムはどこ。へえ、一応ちょっと進めるんだね。なんかいたな。あれ？でも行けないよね、こっち。裏からも入れぬ。落ちるしかないってことか。いないね。出てきそうでいないね。屍食いにやられてる。レベルは139。いただきましょう。3人いるかね。さあさあ
いたね。くっ。ラクミ。いや、ちょっと待った。固まりすぎててよくわかんねえ。ミニマム版というか、いた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 、手を貸して、もうちょい待ち、もうちょい待ち、グラナでも狭すぎるわ。ありがとう。ふう。そりゃやられるわっていう場所だね。んーじゃ常闇晴らしますか。意外といなかったね。ってことは一番下か、いるとしたら。いない。この先はあまりいい思い出がないね。ここでもないが、あら、いないね。お、危ない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 、前回通れたから普通に行こうとしてた。また常闇か。常闇しかねえな。ほほう。あ、落ちるときってああいう声するんだね。だいぶ叫んでたけど、あー、いらっしゃいますね。やばいやばい。強すぎるって君は。毎回思うけど。もう容赦しない。いやー、あ、ちょうどいい場所。長期姫、ちょっと一回外すか。
えぐいえぐい。積年の恨みぐらいの感じでボッコボコにしに行くな。危な、あれあのまま落ちたら最悪だよね。さあとりあえず、ここ闇晴らしたんで一回落ち着いて、さあ弓はいいのが出たね。さあカッパカブ赤カッパ、面白い日輪。ほう、うさ耳。まあ上がるし。意外とその、そうね、145。まあこれはちょっと記念に取っとこう。牽制、牽制はねちょっと後々欲しいんで、まあ、ガムシャネよりにしとくか。ちょっと整理しますね。牽制ね。高レベルが手に入るっていうのはいいね。さあ一旦整理完了。じゃあ上行きましょう。もうね、あのね、落とすよね。そうなると思ったわ。そうだね、武功しかもらえなくなるのが結構きついんだよね。以上にヤバかった。めちゃくちゃ落としていくね。ねえ、そしたら、はい、発射。削れるものは削ってしまって、さあいいとこだけちょっとね経験値も欲しいんでがっつり戦っていかないとね。おお、でここは降りる感じか。降りていって113。あら戻ってきたね。
さてさて、無理だ。二人とも全然火星に来てくれなかったな。どうかな。1?2 の？この狭いところでこいつはなかなか。ついところあるよね。ドン。あ、落ちた。落ちたら意味ないのよ。落ちたら。まあ、しゃあない。落ちることなんてしょっちゅうあるからね。さあ上に上がって、いたー。君は君たちは遠距離攻撃というものはしないんだね。さあ戻ってきた。で、レベル上げる前に、はあ、だいぶいい感じのが、これはちょっとウィリアムのやつっぽい気がしたけど、まあ気のせいか。で俺大立ち2つにしてたんだね。はあ、弓、あ、レベルはちょっと高いけどって感じか。ノブしね。浪人、まあ、145だし取っとくか。次たるものの鎧。あとレベル。若干芯を上げるか悩むんだよね。まあまあいいかな。よし。
君たち、本当来ないよね、君たちね。危ない。さあ反対側はなし。めっちゃ刀塚が落ちたんだろうね。でしょうね、落ちたんでしょうね。この感じは痛い。徐々に離れていく。で、あら、道はこっちではない。あ、いた。そしたら149なんだよね。これどうぞ。さて何になるかな。槍はそんなに、もしかしてこれだけ、ここつながったけど、通れぬ。だよね、これ。だって降りれるだけだもんね。あそこかな、行くんだったら。でもね、もう、あっち側だよね。ウィリアムが全く役に立っていない。ウィリアムさんが来ないね。いるか。楽いい。
痛い痛い痛い。そうだね、手が取れればそんなことないんだよね、君は。2体いんのか。おお、キャンセルされた。ええ、マジか、全然当たってなかったのか。お、なんか音はしたが、上かな？あ、降りてきたね。さあ、浮いてみますか。まあ、特に何もなさそうな感じはするけどね。いたね。めんどくさそう。なんだろうなっていうね。ありがとう。助かった。これは一旦引くか。多分ずっと戦いそうだもんね、あそこで。ね、そうなるでしょ、高さ的にね。だからねー、おびき寄せができんからきついな。さ、頑張ってもらおうかな。人の楽目は早すぎないですか。やべ、余計なのがさらに増えたね。一定こっちか。その動きやばいよね。はあ、とりあえず上へ。
かなかきついね。分岐させないとって思うけど、場所が狭すぎるわ。暗闇が晴れると、バチ当たりね。この先で間違いなさそう。落としそうだなあの感じは。あー、ギリギリなんとか間に合った感じだね。おお、突き輪車がだいぶ不気味な感じになってるね。あ、の前に装備をちょっと見直しますか。やりねえ。そうだね、大立ちで。さらに良さげなのがね。やっぱまだ上げれるんだね。防御力はまだまだ上げれるけど。重さがっていう感じか。どうしてもね、重さがね、よし、これ絶対そうだよね。思ったよりも味方やっぱ攻撃してくれんね。さあ、お身をずつレベル上げで。上が意外と厄介なんだよね。めんどくさい。わー、ちょっとめんどくさいわああいうのは。ついね。
おう、いるじゃん。どうせ出てくるんでしょう。113。めちゃくちゃこいつ手に入るな。この大門ってことはもうボスか。はあ、はいな。手に入りはするか、そこまでって感じだね。いけるかな。行ってみますか。そういうこと。大竹丸、うわーきついね。自分が使ってる になるとはね。くいいな。おお、そりゃ心強いね。変えるのか。
だ属性変わってるね。おお、知らんぞそんな攻撃は。闇の日はやばそうやな。あれは解除できんか。やば。いやーマジかー強えなーかー。いやー氷あたはーん。なんで勝手にアイテム使ってんねん。
あーマジでマジかー。後ろ取った。よし。達成感が半端ねえ。西方将鳴る神。ちゃちゃちゃ、それは取ったらダメ。お、西方将また増えたね。で、玉城をゲット。やっと倒した。結果その属性値をガン上げたんだけど、それが刺さったね。全部150か。しかも、ああなるほど。しかもあれだね、150でこの緑色は上位装備だね。ああこういう風に手に入るんだね、一応ね。なるほど。150。はあ。まあ防具は手に入らなかったけどっていう感じだね。いやー、先へ進みますか。戻ろう。危なかったな。もう少しで。ロミオ、すまんな。お前も来てくれたのか。But isn't Hideyoshi a traitor and a... Looks like you're off the mark. 藤吉郎、人に戻ったのね。
ああ、すっかり。長い間面倒かけたな。で、あやかしになったご気分は？体はどこもおかしくない？そいつはこっちに聞いてくれよな、ヒデノジ。さあ、藤吉郎も人の姿に、てか人に戻ったんだね。ってことは秀吉は仁王の解説では死んでないというところか。お、ウィリアム戻ったか。梅雨と落ち、梅雨と消えにし我が身か。何はのこと、夢のまた夢。どうせ行くとこないんでしょ。来れば。はい、ということで仁王2クリアですね。いやーラスボスが異常やったな。読めればっていうよりかは、ほんと回避ができるかどうかっていうと属性対策だね。ほんとそこしとかないと勝てんわっていう感じだった。いやー、こんな時間かかると思わなかったしね。さあ、瞳に映るし者、戦の火種が生まれてないか見守る旅にでも出ましょうか。行きましょう秀の字と。で、どんな感じ？あー、最後にしてたやつか。さあ、これで、あやかしの夢が解放されましたと。ミッションの難易度がさらに上がり、得られる装備品よりもより強力になります。こういう風に侍とあやかしが変えれるっていうところだね。まあサブちょこちょこしてたんだけど、やっぱクリアしたら追加されてるのがあるね。はあ、飛翔核兵、覚醒編があると。まあ。ということで、一応仁王2に関しては、ストーリークリアしましたので、今回ここまでとなります。まあダウンロードコンテンツなどあるようなのですが、まあそちらの方はまた、気が向いたらというような感じでやろうかなと思います。結構ね、こっからが本番っていうところでもあるんでね、このゲームね。まあまあ、ぜひ腕に覚えのある方はぜひやってみるといいかなと思います。かなりきついなとただ面白いんでね、時間泥棒なのは間違いないゲームかなと思いますんで、よかったら購入を検討してみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。仁王2はこれにて終わりとなります。また次回は、別のゲームをしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、他のゲームもやってますので、そちらもご覧ください。それでは、また別のゲームの世界でお会いしましょう。ほんじゃあ、またな。